ジャルグローバルクラブ、ジャルグローバルクラブ、ジャルグローバルクラブ、略称、とは、ジャルカード、日本航空のクレジットカードに付帯されるジャル、マイレージバンクの上級会員組織のことである。ジャルグローバルクラブそのものは、ジャルカードのサービスが開始される、以前の1970年、昭和45年3月に発足している。以下の内容については、ジャルマイレージバンク、 日本地区会員に対して起用される。海外地区会員にも JGC が存在するが、その達成条件や維持条件、サービス内容は異なる。JAL マイレージバンク、または JAL カード個人会員の中で、利用実績が下記の基準に達し、日本航空が入会を承認した会員に JAL グローバルクラブへの入会資格が付与される。JGC の入会には JAL カードのクラブ、 A クラブ、A ゴールド JAL ダイナースカードプラチナのいずれかに入会する必要があり、JGC の会費は無料ながら、JAL カードの年会費、クラブ A10、800円、クラブ、A ゴールド17、280円、ダイナースクラブ30、240円、プラチナ33、480円、各消費税込みが必要である。入会後、JAL カードクラブ A 以上を持ち続けることにより、 登場実績に関わりなく、JGC 資格を継続することができる。かつては2年ごとに登場実績のチェックがあり、条件を満たさなければ会員資格を失うこともあった。1から12月の12ヶ月間に JAL グループ便、並びにワンワールド加盟航空会社便に、JMB のマイル積算対象を運賃で登場すると、積算されるフライ ON ポイントが5万ポイント以上。 あるいは50回以上の搭乗実績があり、かつ JMB 積算対象運賃で JAL グループ便に4回以上搭乗していること。ただし、搭乗回数を条件とする場合はフライオーポイントが1万5千以上あること。また、日本航空が設定する入会基準に合致することとされている。入会後、搭乗回数やフライポイントが入会基準を下回っても、 会員資格を喪失することはなく、会員資格を喪失するのは、会員本人が死亡した場合、自ら該当する、JAL カードの大会を申し出る、会員資格取得後に、航空会社へ就職、転職する、あるいは、会員規約に違反等の行為があった場合ある。日本航空が設定する入会基準については、航空会社及びそれらの関係会社の関係者を除くという事項以外は、 非公開である。旅行会社の関係者についてもかつては入会できなかった。過去に旧ジャスマイレッジマスターズ基準で JMB サファイアを達成したもので入会基準を満たしたと認められなかった例があるが、それ以外で認められなかった例はほとんど報告されておらず、定かなところはわからない。JMB フライ ON プログラムポイントは国際線搭乗一マイルで一ポイント。 日本発議アジア路線登場1マイルで1.5ポイント、国内線登場1マイルで2ポイント獲得できる。また、キャンペーンによって指定された登場条件を満たした場合にボーナスポイントが付与される場合もある。いずれの場合も登場実績が必要なため、いわゆるリクマイラーでは入会資格を獲得することができない。また、成を同一にする配偶者、両親、 18歳以上の子供を家族会員として入会させることが可能で、旅行時のサービスは会員本人とほぼ等しく受けることができる。ただし、家族会員ごとに本会員と同一のクレジットカード、クラブ、A、クラブ、A ゴールド、ジャルダイナース及びプラチナに入会することが必要である。会員本人が資格を喪失した場合、家族会員も資格を喪失する。なお、 入会と同時に氏名と会員番号が刻印された紺色で丸長方形のタッグが送られてくる。また、500回、750回、1000回、1250回、1500回登場するとその節目にそれぞれ異なる色の六角形タッグ、大小が送られてくる。公式サイトでは発表されていないが、空港ラウンジに案内パンフレットが置かれていることが、 蒸気サービスは、JAL グループ各航空会社で適用されるが、琉球エアーコミューターなどを利用の場合は、サービスの一部が受けられない場合もある。これらのサービス以外に、VIP 用の空席を電話予約時に用意したり、予約時に JGC 専用席を用意される。国際線においては、ビジネスクラスに空席があるときに、エコノミー利用の会員を無償でアップグレードする。 インボランタリーアップグレードを行うこともある。また、緊急時の各種手配の個別相談に乗るなど、明文化されていない柔軟なサービスもあると言われている。JGC 会員の家族についても、家族カードを作ることにより、JGC 家族会員となることができる。一般に、クレジットカードの家族会員の会費は、本会員より安く設定されるが、家族会員を、 JGC 家族会員とする場合には、本会員と同じ会費が必要となる。この場合、ホテル等の会員専用ラウンジは、家族会員では利用できないが、空港ラウンジの利用や、優先空席待ち等は本会員と同様の扱いとなる。年末に送られてくるカレンダー等についても、本会員と扱いが違うが、入会時には、本会員同様のバッケージタグが送られる。 JGC の上級会員扱いでグループ社内では JGP との呼称で呼ばれる。JAL グローバルクラブ会員で年間利用実績が所定の基準、フライ ON ポイントが8万ポイント以上。2007年まではフライ ON ポイントが7万ポイント以上、または80回以上の登場であった。なお、2009年からはフライ ON ポイントが8万ポイント以上。 もしくは80回以上の登場、かつ2万5000ポイント以上となるに達した場合、達成月の翌々月からプレミア資格を翌々年、開始月が1月以降の場合翌年の3月末まで獲得できる。チケット案件下部に JGPM と印刷される。JGC に加わる主な特典としては、ボーナスマイルの付与選択制ギフトパッケージ。 イジャルポイントや、機内販売クーポン等から選択、羽田空港での特別入り口、会員専用のチェックインカウンター、及びラウンジエントランスに直結した、保安検査場からのダイヤモンドプレミアラウンジの利用、伊丹空港での特別入り口、ラウンジ入り口に通じている、検査場の利用、国内線における優先搭乗、手荷物の最優先受け渡し、成田国際空港及び、 関西国際空港における、ファーストクラスカウンターのチェックイン、マイル有効期限の廃止、到達の、翌々月時点から開始など、ワンワールドアライアンス内の国際線を利用する際は、最上級のエメラルドステータスを与えられる。また、予約用電話窓口は、JMB ダイヤモンド会員と JGC プレミア会員専用の受付があり、 携帯電話からでもフリーダイヤルを利用することができる。2015年3月31日終了。JAL グローバルクラブ会員が入会できたメンバーシップクラブ。クラブラウンジは帝国ホテル東京グランドプリンスホテル新高名は銀座日光ホテルにある。同盟の不動産業者とは無関係。入会金1500円及び年会費。 36750円が必要だが、JGC プレミアあるいは JMB ダイヤモンドステータスを獲得すると、年会費は無料で利用できる。基本的にアルコールと軽食を提供するが、商売するホステスはいない。会員が同伴すれば、ビジターも入室できるが、カバーチャージが必要となる。また営業終了時間が午後10時と早い。また、 ザプリンス桜タワー東京のフィットネスルーム、サウナジャグジー、スイミングプール、グランドプリンスホテル新高縄のビジネスセンター、スイミングプールが有料で利用できた。ホテル日光東京の会員及び宿泊者専用のベイサイドスパ全然が2000円、会員のみ、会員同伴のビジターは5000円で利用できた。2007年4月1日のワンワールド加盟によって、 フライ ON プログラム上級会員及び JGC 会員にもワンワールドエリートステータスが付与されることとなった。フライ ON サービスステータスとワンワールドエリートステータスの関係は可評の通り JGC 会員には前年の登場実績に関係なくワンワールドサファイア資格が付与される2010年3月までの関係図、前年2万フライ ON ポイント以上かつ ジャルグループ B に4回以上登場その他、フライ ON プログラムの取得条件については、ジャルマイレージバンクを参照のこと。ジャルグローバルクラブと同様の位置づけとして、ANA には、ANA スーパーフライヤーズカードがある。また、ドイツのルフトハンザ航空やアメリカのユナイテッド航空などの外国航空会社にも、同様の組が存在する。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。